V6 3.2リッター BOHC24馬力搭載。走りの衝撃、いすゞビッグホーン。四輪駆動車、つまり 4WD は最近日本でもポピュラーなものとなり、もっぱらそのフィールドや都市での使用が中心になってきています。しかしこのような中では 4WD の持つポテンシャルを 100% 発揮することはできません。4WD の魅力はやはり何といっても海、山、川などのさまざまな自然に普通の車よりもずっと近くまで入り込んでいけることです。しかし自然の中に入り込んでいけばいくほど自然の厳しさも知っていなければならないのです。そんな時のためにこのビデオで紹介する基本的なテクニックだけはぜひマスターしてください。そしてもう一つ、ドライバーとしての良識ある心構え、つまり自然を汚さない、壊さないといったマナーはいつも頭に置いておきましょう。それでこそ自然と一体となった走りができるのです。さあこの次の週末、いすゞの RV シリーズで大自然の奥深くまで飛び込んでみませんか。まずオフロードに入る前のシートポジションから。シートスライドはクラッチをいっぱいに踏んでも足が余裕を持てる程度、一般道の時よりも目安としてワンノッチほど前へスライドさせておくのがいいでしょう。同様に背もたれもステアリングの上部を握っても腕に余裕があるようにセットします。ステアリングの握りは路面のキックバックで親指を痛めないようステアリングに沿わしておきましょう。これで思わぬアクシデントにも素早い対処が可能になります。
本の国土の 75% は山岳地帯。その中で忘れ去られたかのように存在している林道を走破していくのも 4WD の大きな魅力の一つです。この林道などで一番多く出くわすのが水を多く含んだ泥泥地です。泥泥地では走行中のギアチェンジは避け、あらかじめローレンジのセカンドまたはハイレンジのローといったギアを選ぶといいでしょう。あまり低いギアを選ぶと過大なトルクが伝わり、タイヤがむやみに空転するだけですから注意が必要です。そしてあらかじめグリップの効くところで助走をつけ、泥の中ではアクセルを一定に保ち、慣性を利用して一気に走り抜けるようにしましょう。山道で必ず越えなければならないのが坂です。 4WD はこのいわゆるヒルクライムとヒルダウンに関しても一般の乗用車より余裕を持って走破することができます。しかしこの 4WD にも限界があることを知っておいてください。カタログなどを見ると、突起物を越えたりするときに必要となる最低地上高やランプブレークオーバーアングル、ヒルクライムやヒルダウン時にはアプローチアングルやディパーチャーアングルなど、物理的にクリアできる最大値が示されていますので、これらのデータは覚えておく必要があるでしょう。ヒルクライムにあたっては登り切った先がどうなっているか確認してからトライするくらいの慎重さが必要です。ギアはあらかじめ坂に適したポジションに設定しておきます。登るときはなるべく助走を取り、斜面に対して直角に、そしてアクセルを一定に保つようにして一気に登り切ります。ギアの選択は坂の角度や路面状況によっても異なりますが、最初からあまり低めで登るのはタイヤの空転を招くことにもなるので避けた方が良いでしょう。もし途中で途半不能となったときは、バックギアにシフトし、エンジンブレーキを使いながら慎重に降りてください。このときタイヤがロックして方向安定性を失わないよう、フットブレーキはあくまでも補助的な範囲にとどめます。ヒルダウンはヒルクライムよりも難しいと言っても言い過ぎではありません。坂を下るということは、人間で言うならつま先で降りていくようなものでしょう。それゆえに慎重さが必要なのです。ヒルダウン中にフットブレーキを使うとタイヤがロックしてステアリング操作が効かなくなることがあるので、エンジンブレーキを効かせるために上りの時よりも一段低いギアで走行し、フットブレーキは補助的に使うようにしましょう。またヒルダウンに入る時、特にロングホイール別車は下回りを擦りやすくなるので注意が必要です。さらに
上りと同じく坂には直角に向かうことが原則です。深いぬかるみなどの地形を避けるために斜面を通行せざるを得ないケースはしばしばあります。斜面は車両状態が不安定となるためできるだけ避けた方が賢明ですが、やむを得ず走行する場合頭に入れておきたいのが最大安定傾斜角度です。一般的に 4WD は40度から45度の間になっています。しかし走行時には路面状態、スピードなどの要因によりデータ値よりも低い角度になりますので十分注意してください。そしてできるだけ速度を落とし急激なステアリング操作を避けながらクリアするのがポイントです。オフロードと一口に言ってもその地形は千差万別です。知恵を絞りそれを一つ一つ走破していくことも 4WD の大きな魅力です。例えばこのような深い輪立ち、自分の車の最低地上高よりも深い場合には輪立ちをまたぐようにして走行しましょう。そしてもう一つ、自分の通らなければならないライン上にこのような大きな穴や溝がある場合、周りを見渡して石や丸太などがあればそれを入れ、さらに土などで角をなくしタイヤが通れるようにする方法があります。ここまでできれば完璧。オフロードではこのように冷静にそしてのんびり行こうという気持ちもまた大切なのです。今度は河原などの岩場を走ってみましょう。岩場を走るためにはまず自分なりに車両感覚を身につけることです。つまり自分の車のデフの位置やクリアランス、そしてタイヤの位置関係などを認識しているだけで全然走りも違ってくるということなのです。岩場で特に注意しなければいけないのが先の尖った岩でタイヤのサイドウォールを傷つけてしまうことです。やむを得ず大きな岩を越えるときには1輪ずつ越え、常に4輪のうち3輪はグリップを保つようにしましょう。そして下回りなどを打たないように注意しながら走破します。
手に水場が現れた時、このような時には車から一旦降りて、走行前に路面状態や水深を調べてみるくらいの余裕を持ちましょう。特に水の中は文字通り思わぬ落とし穴が隠れているものです。近くに棒などがあれば利用して深さを測ってみましょう。通常タイヤの半分までの水深を目安としてトライするといいでしょう。そして水に入る時も慌てず、水しぶきを上げないようにスローインを心がけます。アクセルワークも完全に水の中から抜けるまでは一定に保ち、加速や減速は避けた方が良いでしょう。なぜなら途中で車を止めてしまったり、無駄なホイールスピンを起こしたりすると車輪の脇の砂が掘れてスタックする可能性があるからです。渡り切った後はブレーキについた水分を乾かすために左足ブレーキングなどをして制動力の早めの回復を図りましょう。また川のように水流のあるところでは、できるだけ水の抵抗を減らすために上流から下流に向けて少し斜めに走ります。オフロード走行を終えて一般道に出るときは、タイヤやホイール、ライト類についた泥はあらかじめ落としておきましょう。またタイヤの傷確認、オイル漏れがないかなど車両のチェックを忘れずに。4WD 車を手に入れた理由でスキーによく行くからという人は大勢います。その中でスキー場に行く程度なら 4WD だから雪道も大丈夫と過信する人が多いのも事実です。確かに4つのタイヤに駆動力が伝わるため雪道での走破性は高いのですが、制動力は四輪駆動車も二輪駆動車も基本的には同じです。雪道ではやはりタイヤチェーン、スタッドレスタイヤなどの準備は必要です。タイヤチェーンは 4WD の場合、四輪に巻いたりフロントに巻いたりといろいろな方法がありますが、発進時にトラクションの得やすい後輪に巻くことをおすすめします。雪道で特に効果抜群なのがABS、 アンチロックブレーキシステムです。滑りやすい路面でブレーキを踏むとタイヤがロックして、このようにステアリング操作が効かなくなってしまいます。このような状況下でも ABS はタイヤがロックすることがないので、ステアリングによる危険回避が可能です。いずれにしても機械が多い雪道走行、くれぐれも慎重かつ冷静に。
ステージを一転して砂地に移してみましょう。ただし砂浜はウミガメなど動植物の被害が多いため、走行が禁止されている海岸も近年多くなっていますので、マナーを守った走行をしてください。砂地での走行時にはアクセルワークとステアリング操作が大切です。ある程度スピードが乗った時でも、急激なアクセルのオン・オフやステアリング操作によっていとも簡単に失速してしまうからです。走り出す場合、トルクの大きすぎるギアはかえって砂を掘りスタックしてしまう可能性があるので、ローレンジよりはハイレンジの方が走行しやすいでしょう。砂地を走る基本は砂に乗って走るということです。また万一スタックしてしまった時のために、大きめのスコップ、サンドラダー、ソフトカーロープなどを常備しておきましょう。海岸の砂は塩分を多く含んでいます。錆を防ぎ、愛車と長く付き合うためにも、走行後はできるだけ早くボディ下回りを入念に洗車してください。4WD、 一番自然に近づくことができ、そして体験できる車。4WD のポテンシャルをフルに生かして自然の中へ入っていくということは、忙しい現代人にとって最高のリフレッシュとなります。しかし 4WD とて万能ではありません。その限界を常に頭に入れ走りたいものです。そして何よりも自然と共存するという気持ちを忘れずに、安全で快適なドライビングを楽しんでください。